やば。どうもー、鳥の爪団外です。ホラーゲーム企画カルソスメ第693弾はこちらのゲームルデミドゥンやっていきたいと思います。第一次世界大戦の末期、フランスの孤児院が舞台のホラーゲームですね。孤児院の女主人に従わなかった女の子リュシーは罰として押し入れに放り込まれて一夜を過ごすことになってしまいます。恐ろしくストレスの多い環境でどんな邪悪な秘密が隠されているのかを見つけていく、そんなホラーゲームになっているそうです。で、何よりフランスの学生が卒業制作として制作したゲームだそうです。結構な人数が関わるチームで制作しているようなので、ハイクオリティだと海外を中心に話題になっています。ということで早速どんな恐怖が待ってるのかやっていきましょう。スタート。取り詰め。さあ、ということでやっていきましょう。うん、トントントンと鳴らされてるみたいです今。で、E でインタラクトなのかな？ルック。うん。鍵穴を早速覗いていくと。おー、すげえ。なんか手が傷ついてる。おお。目がいっぱいある。何？女の子なのかな？でも妖怪みたいなビジュアルしてるけど。え？鍵を開けようとしてきてる？閉められてるのか、それとも。プレストゥオフ。あ、なるほど、開けられた。多分その押し入れに閉められたところから物語がスタートしたんだね。あー、なるほどなるほど。周りには放棄とかがあって、でそこでこう一夜を過ごすことになったわけだけども、あ、日記なんかもあるんだな。あー、なるほど、一応こんな感じで日記もあるみたいですね。後でちょっと翻訳はちょっとしとこうと思うんですけども、まあ今回全編英語とフランス語のみ対応してるということなんで、雰囲気で楽しんでいきたいと思います。で、とりあえず食事は与えられてはいたみたいだけど、なんかパンの残骸スープにつけて食べたみたいな感じなのかな。結構な枚数のお皿があるけど、何日間か閉じ込められてたね、大丈夫かなっていう感じですけども。で、そんなその押し入れから出ようとしたところ、今のやつが出てきたっていう感じなんだよね。まあだから一応孤児院がそのまんま舞台ではあるのかもしれないけども、どこかちょっと荒れ果てている様子。うん、いつもの孤児院ではなさそうな雰囲気。あ、それが女主人とやらなのか。ううねえ、シスターが消えてしまった。うん、幻覚を見てるのか。さあ、開けていきましょう。あそこにもなんかノートが一枚あるみたいだけど、これかな。あー、すごいね、おしゃれだね。このノートをピックアップした後、ちょっとスライドして、それからこう日記内容が出るみたいな細かいアニメーションなんだけど、こういうのって意外とインディーズだとなかったりするんですよね。うん、まあとりあえず内容としてはこんな感じになってましたと。さあ、なんか今一瞬右側にちらっと人形のような何かが見えていたけども、飾ってある絵とかもちょっと不気味だったりするよね。この辺もあれかな、ある程度アセットをこう購入したりせず作ってる部分もあるのかもしれないね。あー、なんか世界観独特だね、やっぱね。フランス産のゲームっていうのもね、なかなかいい感じですよね。うん、孤児院の子供たちの写真っていう感じかな。人数はたくさんはいなさそうだけどね。Combien de jours se sont écoulés？ あ、なんかおしゃれだね、やっぱフランス語で聞こえると。こっち側かな？開けてみましょう。あ、なんかちょっと広いところにいるけども。あー、なんか。やばい状態じゃない？ちょっと気持ちさ、質感かな？なんか培養食、うお。おう、これはショック。バイオショックシリーズとかをちょっと思わすような、そういう雰囲気もありつつっていう感じかな。まあ、近寄っていきましょう。なんか、ソーセージがいっぱいあるみたいですけども、トンボが、幸せの象徴、トンボがね、いっぱいたかっております。ハエではありません。あ、で、ピックアップ、なんか鍋。これは？おほほほほほほ。これはちょっと食べられないかな。少なくとも俺は食べられないかな。あ、でもそのスープを使って皆さんお食事をされたのかしら。あら、素敵ね。映らないようにするとこんな感じですね。これギリギリだからセーフだもんね。いやでもなんかやっぱデザインすごくいいよね。表情とかがちゃんと作られてるなって感じがします。さて、そんな男性の遺体を見た後、奥に進んでいくと黒いのだ、見せられないのだ。学生の作品だし、これぐらいいっちゃってもいいよね、じゃねえんだよな。とりあえず鍵がありましたね。なるほどね。うん、これを拾っていくと。じゃあこの鍵を使ってこっち側の方か開けていくっていう感じかな。うん、開きそうですね。あ、開いた開いた開いた。で、オープン。
わあ、もう赤じゃない。待って、また奥に、あれシスターじゃない、椅子に座ってるみたいだけど、いるよね。ねえ、右でズームができると、うん、おお、消えたぞ後ろがちょっと気になっちゃう。大丈夫かな。いやでもクオリティ高いな、やっぱ。おお、仮面か何かがちらっと見えてるけども、なんか先に見えてくものがちょっと不気味なものが多いね。ほら、ちょっと動線上に先にもうちょっと何かがすでに見えてることが多い、うん、目線の誘導っていうのかな。あ、この辺も一個一個がほら、ちょっとこっちを見てる感じだよね。ほら、すごいな。わあ、なんかハグしてくれそう、最近ハグしてくれそうなホラーゲーム多いね。あれは、あ、どんどんしないでくれ。子供たちかな、ちょっといたずら好きな子供なのかなって感じはするけどね。おっと、クリーチャーみたいなのもいるけど、わあ、うなり声上げてるけど、すごいじゃない。あれは襲ってくるのか。ちょっとそのファンタジー的なところも入れてきてる感じだね、うん、あんなに襲われたらひとたまりもないけどね。まあでも怪物が行った方はそっちかな。あ、もしかしたらその怪物にみんな襲われてしまって、こんな悲惨な状態に孤児院がなってるのかなって思うけども、これはね、妄想なのかそれとも現実なのか。とりあえずちょっと上の階先に行ってみましょうか。いや、結局なんかでも口にくわえてるよね。メモ帳かな。メモの内容はこんな感じになってます。後でちょっと翻訳しとこうかなと思いますけども。あ、でその女主人とやらが下にまたいるぞ。ずっとこっち見てる。なんか定期的に監視してるかのようだね。いや、あのうつろげな表情たまらんな。めっちゃ怖いじゃんじゃあその人が待っている下に行ってみようか。あれ、明かりがちょっと暗くなった。やばそうな雰囲気だけど、下行ってみるか。シスター、いるの？リュシーよ。最悪の状況じゃないね。みんなが全部引き裂かれている私のお友達たちはもう いないのかしら。この孤児院で私はそもそもお友達がいたのかしら。そんなことまで思ってしまうけども、あ、いなくなってる、ちゃんと。うわー、上から見た時しかその女主人が現れないっていう。うわー、あれも怖い。全部怖いじゃん、見えてるものが。そこもね、足があるけども、やばそうだよね。奥行けんのか。あー、オーマイガー。やちでしょ、ヴィヴァン。これもでも、ハンマーみたいなの使えるのか。うん、ちょっとハンマーはアイテムとしてピックアップとかはできなかった感じですかね。あ、でもやっぱ一個一個の造形物ね、素晴らしいですよね。ディティールにこだわりを感じるけども、さあこっち側進んでいこうか。これ何なんだ。これも人なのか人形なのかも分かりませんけども皮みたいのを貼り付けられてる感じだよね。さあそんなちょびひげ親父の右隣進んでいきましょう。こっち側かな。あ、なんだ、ピックアップ、人形だ。私の人形だったのかな。う、待って、顔がとあのとこ映ってるよね。ちらっと今見えたよ。とりあえずでもこれで、リターンと。ああ、あの怪物だ。これはチェイスパートとかあるのか。どうなんだ。ちょっとジャブ入れてきました。まあでもとりあえず人形はゲットしたわけだね。でここは、あ、開くみたいだ。でもそんな怪物が待ってるかもしれない場所にまた進んでいかなくちゃいけないと。そこもなんか明かりが照らされてるけど、もう孤児院っていう感じもないけどね、ここの辺とか。あ、ピックアップ、これは、あ、トンボの標本かなね。そんなのが入ってる缶、空き缶。あー、でも2307、なんかこれもパスワードとかになってる可能性あるか。でもこのテーブルに置いてある扇風機とかもちゃんと音がするんだけど、アンティークな感じがあっていいですね。パイプとかも置いてあったりして、いや、やっぱ素晴らしいな、デザインが。さあ奥進んでいきましょうか。うん、あ、蓄音機から音楽が流れてるけどもね。これは止めたりはできないのかな。うん、その当時の第一次世界大戦の頃の、まあ、音楽なのかな。でこれは、1897年、はてな。うん、と裏側にもう一枚写真があるみたいだけども、これはなんだ、浴槽かなんかに人を入れてる女主人の写真かなって感じであるけど、その浴槽の顔ちょっとやばそうだよね。剥がれてんじゃないかなっていう感じですけども、戦争で怪我した人をケアしているとかそういう感じでもなさそうだよね。どうなんだ。でブレーカー、あ、スイッチ入れられるみたい。
なるほど。ちょっと謎解きになってるわけだね。01234といろいろ数字が書かれてるけども、2307だっけ、なんか書いてあったよね。あれ気になるよな。2307ちょっと一旦押してみますか。あー違うみたいだな。あー R ボタンを押すと今の所持品が見れるみたいなんだけども、さっきのやつ、これが1897年っていうのがまあ数字にはなってるよね。こっちが正解だったのかもしれないね。ちょっとやってみましょう。1897、あ、着きましたね。こっちが正解だったかな。さあ、で秘密の扉みたいのが開いたけども、あーいいな、いい感じ。ちゃんとこういうさ、歩くだけじゃなくて謎解き要素もありつつで、ちょっとワクワクする扉だよね、こういう隠し扉ってね。おっと待って、孤児院のこれ地下とかに行くのか。実はヤバい施設だったみたいな、そういう真相が待ってるってことじゃない。エレベーターっぽいもんね。メガネなんかも置いてあるけども、とりあえずこれはこれだな。レバー引っ張ればいいんだな。さあ、じゃあエレベーターで下に降りていきましょう。あーレトロな感じがいいね。でもね、エレベーターなんかいい思い出ほとんどないんだから。うわー、地下の病院っぽいような施設だよね。実験施設なのか何なのか。リュシー行かない方がいいんじゃない。あんたも実験台にされちゃうかもしれないぞ。ねえ、その戦争当時だからさ、何かやばい実験みたいのがね行われててもおかしくはないというか、負傷兵を使ったね、こう薬物実験みたいなとかって結構よくある話じゃないですか。信じるか信じないかはあなた次第ですの世界観ではあるけど。さあ、ここ開けていくか。こっちがでいいのかな。まるでさっきまで誰かがいたような雰囲気もありつつ、あ、これは下を見ていける感じかな。あ、もうなんか男性が捕まってるというか、手術台にいますけども、とりあえずあそこを目指したらいい感じかな。上では優雅に紅茶をしてね、タバコをふかしてっていう感じだったのかな。こっちの扉だよね。開けていこうか。うわ、牢屋じゃんこれ。あ、やだな、ジャンプスキアちょっとありそうだね。進んでいくしかないね。うわ、怖っ。明かりの照らしてる感じがめっちゃ怖いって。ああ何、顔が2つありますけども。おいおいおい、最悪だ。慣れの果てすぎる。かろうじて命はあるって感じなのかな。つまり実験の結果生まれた怪物があいつだったのかね。えたびたび現れてたやつ、なんか入ってみようか。あ、これだね、メモ帳。血まみれですけども、一応内容はこんな感じになってますと。いや、で裏で流れてる曲がさ、これ童謡的なやつだよね。子供たちが歌うような曲だよね。なんか怖。でもそれもアレンジ加わってるんだ。うわーすご。でもやっぱ子供が捕まってた感じなのかな。落書きの雰囲気がさ、ちょっと子供っぽいよね。でもあんなでかい体になっちゃったのかもしれないね。それこそさ、だって孤児院ってことは、まあその社会的にはいなくなったとしてもバレづらかったりする人材なわけですよね。まあ夜な夜な実験に使われていたかもしれないという話。怖。進んでいこう。でちょっとだから見た目が子供っぽいやつとかちょこちょこいたもんね。開けていこう。あー、そこにもまだ人がいるみたいだけど、あれはもう大きいお友達だよ。階段から降りていこうか。こっちだね。おう、ノーだね。真実を知ってしまったらリュシーも帰れないんじゃない。あ、まだ息があるみたいだけど。ピックアップだ。まさかの朝食語りしてくれるタイプ。すごいですね。でもこの辺のバックボーンの語り方とかも手法を変えてきてたり、おしゃれだな。La confidentialité de ces informations est cruciale.Comptant sur votre discrétion, nous vous remercions pour vos services et votre compréhension. Général Henri Dubois, armée française. Il est là. Yabo. Ça ne va pas s'arrêter, non? Mais un enfant comme ça, c'est quand même. Ah. 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 Ah.はーい。人形だ。嫌がってるのか。もともと持ってた人形なのかな。あの子の所持品だったのか。え、目玉が5個もあるよ。あなたも仲間ねみたいな感じ。
やっぱ孤児院のかつてのお友達がああいうクリーチャーに変えられてるんだろうし、まあ、だからこそそのシンパシーを感じてリュシーもまだ人間の形はなしてるのかもしれないけど、復讐の物語がここからなんかスタートしちゃいそうな、そんなそのエピソードゼロ感もありつつっていうホラーゲームでしたね。いや面白いな、まあ、ちょっと完全にねメモの内容俺分かってなかったんで考察しつつっていう感じではあるんですけども、非常に引き込まれるストーリー展開だったな。まあね、学生が卒業制作で作ってるっていうことで、まあこれ以上のエピソードが語られることはないと思いますけども、この余韻っていうか読後感含め非常に良かったですね。でちなみに Steam とかでもね無料配信されてるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。いやーこうやってね学生さんだった人たちが将来的にはいろんなゲーム会社にこう就職して、まあ、活躍をしていくんじゃないかなっていうところで非常に期待できますよね。日本の学生もねぜひ頑張ってほしいななんて思う今日この頃なんですけども、さあということで今回はフランスの学生が作った、そんなホラーゲームに挑戦してきました。またこんな感じで一風変わったホラーゲームなどどんどん挑戦していきたいと思ってます。そういった今後の動画更新気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪なに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。いや最後のムービー良かったな。鳥の爪団総統ファーストアルバム爪痕は各ストリーミングサービスで配信中。喜怒哀楽をテーマにラップ、ボーカロイド、ミックスなどトータルプロデュースに挑戦しています。ファンレター、支所箱の詳細は概要欄をチェック。いつも動画を見てくれてありがとう。